上空の寒気が再び強まっています。明日の大晦日、そして明後日の1月1日、大荒れの天気のところが再び出てきそうです。今回の年越えの寒波、こちらのピークの状態をまず確認してみたいと思います。こちら白いマークが雪など降りやすいエリア、特に強い雪になりやすい時間帯ということになります。赤が暴風、黄色が強風といったような形です。この後まだ雨やみぞれのエリアについても今夜のうちにしっかり雪に変わってくるといったような予想。その後明日の朝にかけまして風も強まり雪もまとまりやすいといったエリアがかなり広がってまいります。東海西部などは特に明日の朝にかけまして強い雪、こういったものにはご注意いただきたいと思います。また近畿方面なども明日の日中の時間帯にかけてまだ雪のマークしっかり出ております。強い雪など起こりやすい状況です。今回の上空の寒気、明日31日がピークということになるんですけども、1月1日この時もまだ冬型の気圧配置強い状態で続きます。このため1月1日についても日本海側を中心に強い風、そして雪の量がまとまるということになってきそうです。この後の雪の量のまとまりですね、こちらマップの方でご覧いただきたいと思います。こちら2日18時にかけての積雪の増加量ということになります。こちら黒の1メートル以上の積雪の増加というのを中部山岳地帯などで予想しているような状況、その他のエリアも日本海側を中心に雪の量ぐっとまとまってきそうです。また今回については京阪神方面や東海地方の西部などこういったエリアにつきましても雪の量がまとまるところが出てくるということになります。最新の情報はウェザーニュースアプリでもご確認いただけます。ぜひご覧ください。